それって面の皮が厚いって言いませんかね。自民党の4分の1の議員は裏金猫ババの泥棒なんですよ。泥棒行為を是正する法律を泥棒と一緒に作るっておかしくないですか。もっと言えば泥棒が作った予算案を普通に審議している現在もおかしいし、泥棒が作った数々の法案をこれからこの通常国会で成立させようということ自体ありえない話ですよ。これに対して粛々と泥棒予算を審議し、最後だけちょびっとだけ戦うふりをして、結局年度内成立に力を尽くした衆議院野党第一党もグルだと言えます。国民の信を問う必要がある。総理解散しないんですか。岸田内閣総理大臣。先ほど申し上げた通りであります。政治の信頼回復に全力で取り組まなければなりませんし、今復興予算をはじめとする国民生活に関わる重要な予算の審議をお願いしています。予算の成立に全力を尽くしてまいります。それ以外のことは今考えておりません。